미국 선수입니다. Next skate, representing United States, Caroline Chung. 피겨 대국 아메리카 올림픽 대표에 両親が 일본인 そして 日米 両国籍を 持つ 長須未来が 加わったことは 日本人にとっては 嬉しい 衝撃でしたけれども 同世代の ライバルの中では かつて 抜け出していた このキャロライン・ジャンにとっては ショックだったはずです。 全米選手権 11位 敗退の後 2年連続出場となる この4大陸で 意地を見せるかどうか。 トリプルフリップ、ダブルトーループ。この後もう一度エッジジャンプ、トリプルルッツとのコンビネーションを予定しています。途中で回転が開いてしまいましたね。そして飛ぶ前がインサイド踏み切りになってしまいました。 ダブルアクセル。2007年の世界ジュニアチャンピオン、その時の2位が長須未来。ダルブルディック。懸命にこらえてというパートに入っています。トリプルループ。トリプルサルコ、ダブルトーループ。トリプルループ、ダブルトーループ、ダブルループ。ダブルループで片手を上げて飛びましたね。これもポイントにつながっていきます。もともとミスが少ない選手ではあるんですが、全米選手権の時はやはりオリンピックがかかった大会だったからか、緊張から非常に大きなミスがありましたね。スパイラルの足のポジションの高さは素晴らしいです。4大陸フィギュアスケート選手権はこのキャロライン・ジャンのくるみ割り人形で締めくくりということになります。女子シングルの戦いです。ショートプログラムは4位でした。アメリカ16歳のキャロライン・ジャン、
まあ、今年の全米選手権はサーシャ・コーエンの復帰というのもあっていろいろな本当に話題がありましたけれども。そうですね、あのアメリカもあの日本に次いでオリンピック男女の枠を合わせると、はい、日本に次いで2つ目に多いと言われていますが、女子は2枠をもう大人数で争っていましたから。そうですよね、はい、それだけプレッシャーのかかる大会だったと思うんですけれどもね、もともと実力の持っている選手ですので、はい、ここ一番というところの集中力は素晴らしいですよね。今回の大会はそれが出ていたと思います。ただちょっと気になったのがこの踏み切りですね、はい、ルッツジャンプが少しインサイド踏み切りになってしまったかなと。で途中で回転が開いてしまったので3回転の認定はこれはされません。トリプルループ3連続のコンビネーションですね。フリースケーティングチャンス입니다。緊張の面持ち。キャロライン・ジャン選手는フリースケーティング에서자신의フリースケーティングの点数が出ました。 105.68 大きな喜びを表したキャロライン・ジャン。さあここにショートプログラムは4位の点数が加わります。160.78 でもって最後に銅メダル、来た表彰台の一角を手にしましたキャロライン・ジャンです。